ASUS の Chromebook パソコン第2弾です。まあ、ピンボケしてるし。まあいいや。続いてはね、順番くちゃくちゃですけども、外装からいきますよ。こちらですね。これがですね、電源の端子ですね。で、こちらが HDMI 端子。まあミニサイズとかじゃなくて、あのフルサイズのやつですね。で、こちらが USB の 2.0 ポートになると思います。3.0 じゃないと思います。そしてこちらが SD カードスロット。マイクロじゃないですよ。SD カードスロット。ここのね、プラスチック、こう四隅についてますけど、これ自分が付けたやつで、SD カードがね、ちょっと出っ張ってね、よくこう間違えて押したりするんですよ。で、ポロッと取れちゃうんですね。なので、それを防ぐためにこのプラスチックの板を貼りました。で、こちらがヘッドフォン端子ですね。3.5 ミリヘッドフォン端子。で、背面ですね。背面。何もない。こっち。これは右側面かな。これは USB 3.0 と、あともう一つ、これ何だろう。わかんない。ケンジントンロックなのかな。なんかよくわかんない。使ったことないです。はい。こんな感じですね。正面はもう何も、ポートはないですね。はい。こんな感じになっておりまして、電源のね、入れ方が面白くてね、開けたらつくというやつですね。パカッと開けたら起動が開始という感じでですね、起動しますよと。はい、Chromebook。はい、起動したという感じですね。じゃあちょっと、パスワードを入力しますので、画面をちょっと離しますと。こっちでも撮っとくかな。ヒュン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 という感じでね、画面が出ておりますが、まあこんな感じでパラパラーと出てきますよ。これね、すごいのはですね、今、格安 SIM、200kbps で、こうやって繋いでんですよ。一瞬、あれ？このパソコン遅くね？と思ったでしょ。ところがですね、これ実は 200kbps の回線速度でやってます。しかもね、今時刻が午後7時なんで、結構混雑時間帯なんですよ。すげえ超高性能なデータ通信でやってるわけではなく、かなり緩くいい通信でやってるんですが、それでもね、Chromebook はね、動きが早いんですよ。これね、Windows とかタブレットとかだと、もうほんとね、開きません。ここになんかエラー表示みたいなのが出て、なんか止まってますみたいなのが出たりするんですが、Chromebook だとね、これ結構快適につながるんですよ。格安 SIM との相性がいいのも、まあ、Chromebook のメリットじゃないかなと思います。とりあえず2回目はこんな感じです。